フジテレビ社員として表舞台から退いた元アナウンサー、秋元優里さん。不倫騒動前は、ニュースジャパンや FNN スーパーニュースウィークエンドを担当する局の顔でした。今回は秋元さんの娘の親権や生田流星さんとの離婚理由、また娘の学校についてお伝えしていきます。秋元ゆりのプロフィール、愛称、ゆりりん、本名、秋元ゆり、生年月日、1983年、昭和58年、10月25日。身長、166センチメートル、出身地、東京都、最終学歴、慶応義塾大学総合政策学部卒業、所属事務所、フジテレビ、目次。秋元ゆり、娘の親権を獲得。秋元ゆりの元旦那は生田流星。離婚理由は不倫。秋元ゆり、娘の学校は公表せず。秋元ゆり、娘の親権を獲得。フジテレビ局員と社内結婚していた秋元ゆりさん。しかし他の男性との不倫が報じられてしまい、2018年に離婚しています。フジテレビを代表する優秀なアナウンサーだったので、思いがけない不貞は世間を騒がせました。2018年で5歳になる娘が一人いましたが、親権は秋元さんが獲得しています。騒動の発端は不貞を犯した秋元さんにあるにもかかわらず、娘の親権が得られるとは意外ですね。元旦那に暴力があったなど、性格的に問題があったという報道は出ていません。それどころか積極的に育児に参加していたと言われています。倫理的に考えれば被害者である夫が親権を持ちそうなものですよね。調査したところ、妻の浮気で離婚しても、子供が幼いケースや妻主導で子育てした場合親権は妻側が有利とのこと。不倫は夫婦間の問題であって、子供の事情とは別物として考えられるそうです。浮気の相手が子供の健全な成長を妨げるのであれば、夫に渡ることもあるようですが、それはなかった様子。裁判所は何より、子供の利益と幸せを最優先しているとのことです。他にも子供への愛情、経済力、心身の健康状態、子供の意思なども判断基準になっています。秋元ゆりさんはフジテレビの社員として経済的に自立しています。またキャスターという難しい仕事もこなすくらいなので、心身の健康状態も問題ないでしょう。また外交官の父親を持ち、実家は横浜市青葉区の高級住宅街と噂される裕福な家系です。実家に頼ることもできるでしょうから、シングルマザーとして子育てする環境としては申し分ないと見えますね。以上の生活状況が判断され、娘の親権が秋元さんに渡ったと考えられます。秋元ゆりの元旦那は生田流星。離婚理由は不倫。秋元さんは社内結婚しましたが、元旦那との結婚生活は長くは続きませんでした。ここで元旦那の生田流星さんについて、また離婚理由について見ていきましょう。元旦那、生田流星はアナウンサー。秋元ゆりさんの元旦那はアナウンサーの生田流星さんです。同じフジテレビ局員で、秋元さんより後に入社した後輩でした。生田流星さんは、俳優の生田斗真さんの身の弟なので入社時から話題に。生田斗真さん結婚のニュースを読み上げるときは、不思議な気持ち、友達のように遊んでいたので、会えなくなると思うと寂しいです、と吐露したこともありました。生田斗真さんの弟であることを隠して採用試験に挑んでいたものの、最終試験でバレてしまったという噂もあります。最後まで伏せていたようですから、実力でアナウンサーになったようですね。
生田竜星さんは、2021年3月から目覚ましテレビの3代目男性総合司会者に抜擢されるほど期待されています。2023年現在もフジテレビの朝の顔として活躍されています。ちなみに1988年生まれで、秋元さんより5歳下です。フジテレビに入社したのは2011年なので、社歴も5つ下の後輩となります。社内で交流を深めた2人は、2012年12月25日結婚を報告。翌年長女が生まれており、娘の世話を積極的に手伝うイクメンと言われていました。秋元さんとは離婚する結果になってしまいましたが、好感度は安定しており、局の中心的存在です。目覚ましメンバーたちからも好かれているようで、番組スタッフからも癖毛についていじられるなど親しみやすい人柄のアナウンサーです。離婚理由は不倫だった。二人の離婚理由は、秋元由里さんによる度重なる不倫が決め手となりました。2018年に週刊文春により不倫を報じられています。お相手は同じフジテレビ局員の番組プロデューサーです。その男性も既婚者であったため、ダブル不倫として世間を騒がせました。入社1年目の新人アナウンサーに手を出し、長女出産後も不倫をするとは秋元さんにはあまり良い印象が持たれません。かなりの恋愛体質なのかもしれませんね。秋元さんは実のところ、不倫報道前からすでに生田さんと別居していました。別居の理由は、秋元さんが浮気していることに生田さんが気づいてしまったからと言われています。ということは、お相手のプロデューサーとは2016年以前から関係があったようですね。幼い子供がいながら不倫に夢中とは、旦那である生田さんの動揺も大きかったでしょう。そもそも、お互いをよく知らずに結婚してしまったことが不倫と離婚につながってしまったと思われます。2011年に出会い、2012年12月結婚を発表した二人。2013年7月に娘が生まれているので、結婚した頃はすでに妊娠していたはずです。いわゆる授かり婚の可能性が高いので、交際していたかすら怪しいですし、お互いを知る時間はなかったでしょう。秋元さんは家庭でのストレスを不倫で発散していたのかもしれませんね。16年11月に別居が報じられた際、今回の相手とされるプロデューサーとの不倫が原因と指摘されていた。別居報道直後に出演した情報番組、ワイドナショーで、やましいことはない、と不倫を否定していた。週刊文春によると相手は、秋元アナが月曜から木曜キャスターを務める、BS フジライブプライムニュースの40代プロデューサーで妻子がいる。二人は昨年末から年明けにかけて複数回にわたって社内や箱根の温泉施設で逢瀬を重ねていたという。引用元、藤秋元ゆりアナ、番組出演見合わせ再び不倫疑惑で、スポニチアネックス。秋元ゆり、娘の学校は公表せず、秋元ゆりさんには元旦那との間に娘が一人いますが、名前や顔など他の情報は明かされていません。2023年現在は10歳なので、小学校でも高学年に差し掛かっている頃でしょう。通っている学校も明かされていませんが、秋元さんの実家がある横浜市青葉区周辺の学校の可能性が高いです。元旦那生田さんと別居中も、娘と共に実家に身を寄せていました。不倫後配属は、総合事業局コンテンツ事業センターコンテンツ事業室に移動。以降は海外のテレビ局と番組を制作するプロデューサーとして活躍しています。
一人で子育てするのは難しいので、2023年現在も実家の援助を受けているでしょう。